シャミとかそういった咳とかしてなければうつらないですけど、そういった飛沫が飛ぶことによってうつるのが、飛沫感染です。で3番目が接触感染、ここに手が赤くなってるんですけど、ここ咳とかする人が手を触ったり何か菌を触ったことによってこちらの人にうつるっていうのが接触感染になります。で今の主な3つの空気感染症の中では、例えば空気感染では結核とか、で飛沫感染だとインフルエンザとか、接触感染だとノロウイルスとか、そういったものが問題になります。で、まあ、結核の話なんですけど、ちょっと簡単にしていきたいと思います。結核っていうのは細菌でうつる病気だっていうのは皆さん知っていると思う、昔からある病気です。で患者さんもこういるんですけど、未だに患者さんも出てますし、死人もいます。で結核、まあ、この辺死亡率もまあ低いんですけど、やはり未だに、まあ1日に大体50人くらい患者さんが出て5人が毎日死んでいるような日本でもそういった病気です。で、まあ、